31年の幕開けを飾る鈴鹿市消防出初め式にようこそお越しくださいました。本日のアナウンスを務めさせていただきます岩間由紀子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今年は消防職員がいろいろ趣向を凝らしたおもてなしを準備しているそうです。近くの消防職員に気軽に声をかけてくださいね。それではカウントダウンが始まります。Thank you.
Okay.
ご来場の皆様は、後方の方向と並びにピットベルの対応、式、本部、ナイフにご注目ください。注目
しくお願いします。森脇レーシングの森脇奈美子さんがお気に入りとなって立ち上げた大会ボランティアチームです。ライダーは世界を相手に戦っている有名選手が含まれています。その皆さんが大規模災害が発生した時にバイクの特性とプロライダーの運転技術を生かし情報収集や物資の搬送など重要な役割を担っていただくため昨年鈴鹿市消防団の一員として大規模災害対応隊員となられました。先月も情報収集訓練を行い有事に備え準備していただいています。その皆さんの詳しい紹介は後でするとしてまさに鈴鹿オリジナルモータースポーツ都市を宣言している鈴鹿市しかできないイベントとなっています。ぜひご覧ください。もうまさに鈴鹿ならではですね、はい、あの伝言掲示板にもありましたけど、日本で唯一、ね、あのこのサーキットです。そうですよ、出初め式ということで日本全国いろんなところでね出初め式っていうのがやられてると思いますけれども、例えば高山市ですと練り歩きとかね、あそうなんですね、吉川のはしごのねあの、ありますよね、そういったものがあるんですが、こう鈴鹿オリジナルの訓練ね、唯一ですよね、パーキット国際レーシングコースで行われる唯一の勝負ですし、ね、楽しみですよね、はい、今日はね、他県からいらっしゃってる方もいるのではないですか、そうですね、あのこれ手前味噌ではあるんですけどね、はい、この消防出初め式、はい、参加いただいた観光の方からね、はい、お前の言葉を、ね、いただいたんですよね。毎年スケールアップするか、あの職員がね、趣向を凝らした訓練をして、まさにおもてなしですね。そうですね、おもてなしの訓練を、はい、去年は残念ながらね、あのそうなんですよ、ちょっと、はい、この総合訓練がないあの時ほど県を裏がとこはないってくれね、はい、残念ながら、はい、はい、今年はその、はい、も込めて、もう助けたいと思います。はい、もうぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、今、準備が着々と進んでいますね。はい、バイクのね、特性っていうのは、もういろんな災害の中で、過去、東日本大震災だったり、台風熊本の震災、いろんな災害でですね、バイクの特性っていうのは、かなり主張されています。例えば、ライフラインっていうこともね、よく聞く、はいはいはい、ライフラインの中には、であったり、電気、ガス、いろんなものがあると思うんですけども、その中で、幹線道路というのもね、一つ、ライフラインで、そんなライフラインの道路の、まあ、近隣の建物が崩壊してですね、消防車両が近づけないところ、そういった時に、このバイクの特性、リリーの特性を生かして、これも実証済みですのでね、なおかつ鈴鹿は、もうモーターバイクもね、そうですね。プロライダーが災害時に駆けつけるあ、楽しいですね、楽しいですね、まさに鈴鹿だけの取り組み、鈴鹿ならでは、はい、ありがとうございます。あ、何か音がしてきましたよ、皆さん、なんだ、おお、
救急も早く来てください。人倒れなんですよ。わかりました。場所はどこ？
119番オペレーター C に従ってください。救命処置に関してもですね、オペレーターが丁寧に指導しますので、その指示に従ってください。どこに行くの？人が目の前で急に倒れたらどうしますか？皆さんならどうされますか？皆さんが難しく思っている救命処置、実はとても簡単なんです。それにはですね、皆さんから見て右側の人を見ていきましょう。実演していきます。まず倒れた人が反応を見て助けを呼ぶ、呼吸を見て胸を押す、もう一回いきましょう。反応を見て助けを呼ぶ、呼吸を見て胸を押す、もう一回反応、助け、呼吸、胸、たったこれだけなんです。簡単ですよね。あとは命令さえあればそれの案内通りに動けばいいだけなんです。それでは実際に AED を使用してみましょう。やっていますので、言われてですね、鈴鹿市の消防署までお問い合わせ
私たちの番かもしれないですよ。皆さん小さく小さくなってくださいね。強い揺れでしたね。会場の皆さん頭をお上げください。びっくりしましたね。力を使って、その力でロープを張っています。
どうですか、左右のロープ設定が完了しましたかね。はい、今大きな声で設定完了という声がね、こちら会場の方に聞こえてきました。でしたらこれから救助が開始されます。まず41号車、はい、救出開始、はい、左側41号車隊のロープから救出されます。どうですか、スルスルと今、要救助者が降りてきています。で、人で張ったロープでこうやってね、要救助者が救出できるんですよね。続いて、右側も、はい、救護車隊のロープからも救出されています。で、見にくい場合はオーロラビジョンの方にもね、その様子が映し出されております。ね、無事に救出が完了してみたいですね。はい、先ほどの地震によって建物の強度が落ちていることが考えられます。救助活動が完了したので緊急的に脱出するみたいですね。そうなんですね、はい、緊急脱出ですね。そうですね、救助隊緊急脱出、おう救助隊の方が、早手のように去って
数まで楽しんでいただけるのではないでしょうか。
さあ続きでは消防団員による一斉放水をご覧いただきます。今年の消防団一斉放水は消防団員の家族の方にも参加していただきます。普段優しいお父さんが消防団員として活動する際の伝わりさを感じていただけると思います。全部が出た家族の協力を得て実施する一斉放水は格別と思います。そうなんですね。楽しみに拝見させていただきます。ご家族の皆様にも盛大拍手を、ね、お願いいたします。はい、先ほどの訓練会場のところは一回消防団第6公演隊消防団の車が右側から向かってきます。あ、数があったんですね。
お気を